振った後どういう起動をしてるかっていうのを、はい、ちょっとあのゆっくりは無理だよなそうっすね、どうしようかな。上からのスローをご覧ください。まずはストリングを振ってください。ストリングを振ってここに乗れば、まあ、普通のグリーントライアングル、ラセレーショングリーントライアングルですね。じゃなくてここをやって乗せるときにこっち側から乗せる。手を内側から両が擦る。こうするとイズルの変形ラセレーションクリーントライアングルになります。まあ構造をまず覚えて、でその後あの毎回ユリを取ることですね。たまにねくっちゃくちゃの紐でやってる人いるもんね。いますね。そう、もうできるだけ綺麗な紐でユリも毎回ちゃんと取るっていうね、それがすごく大事です。このラセレーションクリーントライアングルを使って応用技を一つお願いします。今の技はその変形のラセレーショングリーントライアングルから円軌道を体ごと回してグリッターを手から離し持ち帰るぐらいの感じでまっすぐサイドをして、で正面戻ってきたら跳ね上げて肩にストリング乗せてバインドキャッチ。結構むずいことだよね。そうですね。ファンをしながらのツーサイドって何を意識してますか？取ることだけを考えてますね。で、ちょっと絡まっちゃうので、うん、まあシンプルだけど地味にすげえ重要だよね。そうですね。余計なこと考えるとマジで止められないっていう、はい、最後にヨーヨーのおすすめです。はい、ホンボ自体にはスリープ力はいらないけども、まあ投げっぱなしで練習するっていうところも優位性も含めてまあ届けますかね。届けますね。というわけでぜひあのこういうねイズルさんの技もそうなんですけども、バイメタルのパワーって練習にすごく便利なんで、よかったらプログラマよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、蓮見イズル選手のバンガートリック代表的なものを1個紹介していただきました。ありがとうございました。